LINE 交換しましょう。その約束で気合が入った横川くん。で結局買って、QR コード送っていただいて、約束したんでって言って、マジかと思って、俺はもうテレビのあれだと思ってたから、マジと思って俺もうすぐ LINE したんすよ、嬉しくて。めっちゃいっぱい写真とか送ってくるんですよ、すごい。めちゃくちゃ積極的じゃんと思って。やりとりしててもなんか会話噛み合わないんですよ、なんかあんまし。ふっと見たら公式 LINE だったんですよ。会話してて。この時のスクショがあるんだよな。ちょっと見てみましょう、こちら。はい。ね、ほら、ちゃんと送ってますよ、先生。これだ。おい、何でこれ出すんですか。お疲れ様でした。今日もめちゃくちゃ